連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。風間さん生きてたんだね。よかった。キリュウ、何か当てはあるのか。いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ、あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。伊達さん、ハルカのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はいはい、ええ、そうです、わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花屋。何の情報が欲しい。登場界の100億、それに由美と瑞希って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ。情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がないだろうな。おいおい、10年前、堂島の竜っていや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。
地下闘技場か。そうだ、金の使い道を思いつかねえ金持ち、チー見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここはサイの河原だ。三ゾロ川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。三人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。レディース・ジェントルメン、ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき国道キルカズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、米国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルドマン。さあ、時間無制限、ルールなし。まさに喧嘩最強、極道の勝利。無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。登場界の100億と由美と瑞希って女の話だったな。登場界三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを西木山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は西木山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえ。かもしれんな。だが今の登場会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が効いて呆れるぜ。100億を奪ったのは由美って女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？登場会で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで瑞希の娘遥か。か、なんだって？登場会は瑞希の娘を探している。遥か今俺と一緒にいるんだ。遥か、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった。それが由美か瑞希ってことは。さあな、女の顔は見たが、俺にはそれが由美って女か瑞希って女かもわからねえ。得体のわからん奴とは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？こいつ。驚いていいぜ。ここがサイの河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、地下、何があったんだ。奴の行動をたどってみるか。
奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？